結びたいって言うなら一応考えるけど、俺様に勝てたら秘伝の巻でも送ってやるさ。先生堂々なんて求めないでくれよな。城ってのは厄介だね。正当も不正当もない。不満なんてないよ。あんた以外にはね。
えといたらどう？人を人と見る、敵をも人と見る、それがどんなに幸せなことか教えてやろうか。今日は気分がいいんで分身3人待ち。俺様は受験に生まれてきた方が良かったかも。小細工は引きそうもないね。なら大細工だ。特別な術を披露しちゃうよ。あんた運いいね。しびれ薬、眠り薬、危ない薬のどれがいい？見て聞いて言って、忍びの仕事も楽じゃないわ。